恋の意味も手触りも相対性理論も同じくらい空ごとなこの僕だったんだ大人になるその時には出会えているのかな何万とある愛の歌その意味がわかるかなでも恋は革命でも焦燥でも天変地でもなくて君だった君の洗い方はなぜか寂しさに似てた君の歌い方は今日の朝焼けに見えた何千年後の人類が何をしているかよりまだ誰も知らない顔で僕にはない僕にはないものでできてる君がこんな僕を形作ってるそんなこと言うと笑うんでしょそんな顔でさえ見たいと思ってる輝くから